ドライバーで手前をダフってししままううというご質問が来ましたドライバーでダフるのはですねやはりティーアップしているということもあって体が傾くともう一つはやはりクラブが長い分軌道が少し斜めになりますので斜めになったクラブがやはり背中側に倒れてくるとこのヘッドの重みがこう下向きに向いてしまいますので。 下方向へこう流れる動きが出てきてしまいますので、それを戻せないと手前に落ちてしまいます。ですから、まあ、単純にクラブをこのこっち向きにしない意識を常に持っているということが大事ですね。バックスイングも、まあ、トップでも、まあ、向きはどうでもいいね、いいのですが、このフェイス面が、ま地面方向,を向、ボールに向かっているようなイメージを常に持っていて。 ここういういい関係にしないってことですね意外とやはりダフってしまう人って、ね、やはりこのようにヘッドの後ろ側の方がこう地面の方に向いてこうやって降りてきてしまいますので、まあ、それは戻れば当たるんですけど戻らない時は大体こう手前の右側の手前にちょっとダフってしまうっていうような、えー、状態になりますで。あとはその下向きのイメージで下ろすこととあと下向きのイメージで下ろすと、まあ、意外とアイアンに近いような状態になりますのであんまりティーアップは。 高くせずもうボールとヘッドがボールの芯のところの高さぐらいで構いませんのでそのままアイアンと同じようにこうフェースが下向きになって上からボールを見ながらそのままヒットしてあげるようなイメージで打ってあげるとダフらずにそのまま前に振っていきますのでその辺を注意すればダフリは少なくなってくると思います。でボールががちょっとと低くなると思いますが あのあとはクラブのしなりで自然に上がるようになってきますのでその辺をあまりボールを上げようとせずに、えー、振ることが大切だと思いますいつも動画を見ていただきありがとうございますチャンネル登録、評価お願いしますゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、えー、動画でアップしたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします